この店はな、母さんのモンブランがあるから意味あるんだ。もう食えないんだな、このモンブランは。大丈夫、私も大丈夫だから。今日こそ分かってやるぜ。スタート。アキラさん、こう見えてめちゃくちゃ頭脳派なんだぞ。俺は誰も助けられてないよ。事故の原因は老朽化とみられる。じいちゃん、じいちゃん。あとは任したぞ。時間の無駄だよな。大丈夫、うまくできないから。暴力で解決できることなんてないんだよ。じゃあ先生だったらどうするんですか。送る言葉。お母さん、あと半年って言われたんでしょ。どうして普通に生きられないの。そう言われたんだよ。はい、気に入ってん。俺ずっとあなたのこと許せないんだと思います。好きなものを我慢するの体に良くないじゃん。許してくれるでしょうか。ありがとな。